ゴリー沖縄最高の場所に来ています。ここは、僕らでいう元宮古ホテル、現在ロブテルホテル。この場所は本当にスイートに泊まってる方とか、ランクが上の部屋に泊まってる人しか使えないラウンジでございます。今回は特別に入れてもらっています。ここの景色が最高、皆さんそれを紹介したいです。おはようございます。お願いします。おお、すごい嬉しい。特別だよ。これ一周していいんですか？はい、ぐるっとレッツゴーラウンド。うわ、レッツゴーラウンド、レッツゴーラウンドです。これが夢にまで見た元宮古ホテルの円盤だ。首里城の方見えません？ここ首里城の角は以前見えました。火事になる前は。そうか、首里城今どこら辺ですか？もう過ぎちゃいましたね、これ。え、どこ？え、首里城こっち？こちらの方角なんですよ。わあ、首里城いつもライトアップされて綺麗だったのに。なんか小さい頃から憧れで見てた場所に今来てるのが不思議です。あそこに座ってみたいなとか、あそこで食事してみたいなと思ってた、その円盤にもいますからね。これが動いてたってすごくないですか？どうやって動かしてたの？あ、これうちのとこじゃない？うわあ、うち見えないかな。あそこら辺なんすよ、ずっと見てた。あの目の前のでっかいのは何ですか？あれツインタワーです。新都心の方の。あ、あれ新都心ですか？でかっ。沖縄にあんなでっかいのできちゃうんだ。マンションですよね？そうです。買いてえな俺も。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。福原さんもありがとうございます。おかしい。買いたいけど無理だよそれ。だからこのゴリ沖縄チャンネルでみんなにすごく愛してもらえたら、よく YouTuber の方がこれ部屋借りてとかってあるじゃない。そっからスタートしない？沖縄で部屋借りて、そこでいっぱい撮影して、家を買うっていう企画。タワーマンション買う。タワーマンション買ういいね。そんな企画って通るの？聞いたことないけど。相当金持ってんのダメでしょ。いや、めっちゃ嬉しいんだけど、俺ここに今いることが。僕も一周しました、今。一周過ぎました。過ぎました？過ぎました。ただ嬉しいんです、ここにいることが。ありがとうございます。じゃあ、用意してもらった赤と白の紅白ワインいただきます。うわうわ美味しい。これその皆さんもそれぞれ自分が住んでる実家とかってあると思うんですよ。実家から見える景色ってトラウマっていう言い方はマイナスに聞こえるかもしれないけど、なんかね、心に残って忘れられない景色、その中で あそこってどうなってんだろうって思ってる疑問の場所に今48歳になって来れてる、この感動、これがたまらん。ゴリさんが48歳で新しく YouTube にチャレンジしたから今ここに来れてるんで。いや、ほんまそうだね。俺 YouTube 始めたのも本当に感謝してるのよ。やっぱ年取るとさ、新しいこと始めるのが怖いわけ。合ってんのか合ってないのかみたいな。始めたらさ、こんな楽しいかね。いや、もちろん25年間テレビっていう世界でやってきて、ゴリ君視聴率良かったよって言われたのも嬉しかったけど、 YouTube ってコメント来るじゃん。ゴリさんの見て大島の天ぷら食べに行きましたとか、今日のロケ地とかさ、2組に会ったんだよ。あ、ゴリさんの YouTube 見てますよとか、今日もいいね押しますねとか。登録者数1万人レベルでこんだけ反響あるって、10万人いったらどうなるんだろうとか、100万人、恐ろしくない？この YouTube 始めて今半年ですけど、思い出に残ってる撮影とかあります？例えばテレビだったらね、いわゆる方向握りのお店行きました、閉まってた、あー企画倒れた、どうしましょうってなるかもしれないけれども、あそこで近所の薬局のおばあちゃんが残念だったね、じゃあリポビタンデーのワンケースあげるから元気出してとか、近所の居酒屋の人たちが平井氏食べてとかって、あったかさが感動して、でもその感動を撮影しても一本になるわけでしょ YouTube は。だから心を動かす動画だったら何だってもありなんだっていう、そのなんかルールがないところがルールっていうのが好き。このリアルですよね。そうかもしんない。もちろんテレビでも嘘ついてるつもりはないけれども、 YouTube の方が本当にお前美味しいと思ってそれ美味しいって言ってるかとかっていうのをシビアに見てるような気がして怖いわけ俺の中で。だから本当に正直に言わなきゃいけないなって思うし、
あんまりこの化粧品良くないですねとかって平気で言うじゃない、 YouTuber の人って。そういう風に正直に言うから、その人のことを信じてフォロワーがわーっと増えるっていうのが、あーすげえなーと思って。オリオンビール間違っても大丈夫ですか？オリオンビールはね、美味しいんだなたまたまこう間違えたけど、一番搾りってすごい売れてるわけ。やっぱ売れてる美味しいものって結局オリオンビールと似てはないけれども、美味しいって感じるイコールオリオンビールって思ってしまう自分を見せ、ごめんごめんね。オリオン結局美味しいわけ。美味しいです、うん、YouTube 始めて、なんか沖縄の人たちの温かさっていうのがリアルになんか感じるなと思ってるんですけど。でしょ。だ YouTube をご覧の人に、あ、沖縄ってこうなんだよっていうのがより伝わるような気がする。だっていろんな美味しいところ紹介して、じゃ食べましょうって言ったらさ、注文した以上のものくれない、みんな。ここもそうじゃない、15階もいい景色ありますよっていうふうに、こうなんかプラスの何かをやってくれようとするのが沖縄。まさにも滝川クリステルさんのおもてうら、表裏だよね。止めないでお願い、いなくなっちゃう俺が痛いんだ今ここに。 YouTube で言うと、まあ、落ち武者も多分チャレンジやったと思うんですけど、落ち武者チャレンジだって。俺ゴリ沖縄チャンネルでより沖縄を宣伝することになりますからっていうことで、じゃあやろうかって言ってやったら、石垣島で砂浜に向かったらさ、赤ちゃん抱っこしてお母さんが、ああ落ち武者だって喜んでくれたのが嬉しかった。だから、あ、やっぱやるべきなんだなっていうか、あ、こうやって懐かしんで喜んでくれる人もいるんだなっていうのをすごく感じたから、あの時嬉しかった。で、嬉しいと思って調子こいて子供にうーって言った瞬間で、うーって子供投げ出すから子供にとってはそんな頭に矢刺さってるやつ怖いよなと思って。10万人の TikTok のフォロワーで落ち武者やったから、これやりましょうかっていう話、あ、本当にやろうかなって今思ってるもん。俺もしやるって決めたら1ヶ月時間ちょうだい。北垣さんっていう振り付けした人にもう一回会いに行って完璧に踊りやるから、そしてあげたいなって思い出したい。もう体動かなくなってきたけど、動くように頑張れ。そのチャレンジっていうことで、うん、まあ、今後ゴリ沖縄チャンネルどうしていきたいかっていうのを最後に教えてもらえると。コロナで観光の件っていうのがすごく大打撃を受けたので、まあ、僕自身が力になれるんだったら、全てのこのホテルとか全食堂とか観光に関するものに宣伝で携わっていっぱいお客さん来てくれたらいいなと思うから、このゴリ沖縄チャンネルが日本で一番信用できる旅行雑誌ならぬ旅行チャンネルになりたい。ゴリ沖縄チャンネルがおすすめするホテルだったら間違いない、食堂だったら間違いない、この景色だったら間違いないっていう風にしたいから、旅行情報のナンバーワンになりたいなっていう、そこかな。だから嘘つけないんだよね、ちゃんとリアルなおすすめをやっていきたいかなとは思う。いつもゴリ沖縄チャンネルを見てくれてる皆さん、ありがとうございます。1万人というフォロワーはもしかしたら YouTube のいろんな有名な方からするとすごく少ないかもしれませんけれども、よくよく考えてください。1万人ってすごい人数ですよ。その方が見てくれてるっていうこと自体が僕はもうとっても嬉しいです。だからそういう方々のためにもっともっと行きたくなるような沖縄を紹介しますし、僕はこうやって酔っ払ったりとか、僕はお酒がどうしても好きなので、あのダメなところも見せますけれども、そういうダメなところも愛してください。それがこのゴリ沖縄チャンネルの良さだと思います。沖縄の良さと僕のプライベート両方出していきますので、これからもよろしくお願いします。安心やって言った方がいいの、もう言わそうとしてるじゃん、もう終わるもんな、もっと喋りたいけどもうダメだ、もう終わるって顔してるから言う、安心や、これ終わるかもしれないじゃん。ハイサイ、ゴリケンヨーコーです。明日使える沖縄弁講座、ユクサーやジュニナ、屋根なる屋中鍵、ユクサーやジュニナ、屋根なる屋中鍵。うっそー、本当にお前の彼女ぶっさな、本当にお前の彼女ブスだな。